皆さんこんにちは、帯杉仮面でございます。ぎ日南市役所スキー部の3代目部長マリノちゃんがお仕事中ですね。赤い服すげえかわいいですぎ。さあ今までの部長を振り返ってみましょう。消防署で体当たり訓練、焼酎の伸び比べにも挑戦しました。いい人は優しい。カツオもさばきました。スキー部で大変なことは、なんかそのなかなか面白い企画が思い浮かばなかったり、自分の思ったような映像が撮れなかったりとか、あと編集もなんですけど、編集の時にもっとこう面白く編集できるんじゃないかなと思って、こういろいろ突き詰めていってる間にちょっとなんか締め切りやばいぞみたいななったりするのが一番大変ですね。またまたまた、いつも早く完成させてたじゃない。ところでいつもランチはどうしてるの？外に食べに行くこともあるんですけど、いつもお弁当持ってくる時の方が多いですかね。今日は今日はお弁当持ってきてないので、ちょっと最近できた、ずっと気になってたお店に行きたいなと思います。スキー部のマリノ部長に昼が来た。帯の城下町にオープンしたひとつぶスパイスカフェ、ひとつぶ特製の、鶏のケージャンスパイス焼きになります。どう、何なんか喋ってよ。喋れないよ。美味しい？そう。今までで一番印象に残ってる動画は？あんまり言いたくないんですけど、方言女子シリーズでいろんなメディアにも取り上げてもらって、でいろんな人に会うたびに、あれすごいねみたいな言われたりとか。かわいかった。とかですね、方言女子シリーズが一番恥ずかしかったです。じゃあ。また見ちゃいましょう。そんげ彼女が欲しいっちゃったら、私じゃいかんやろか。私じゃって言われても、娘と同級生だもんな。店内には珍しいスパイスがずらーり。部長、今後のご予定は？実は私まだ大学生で1年間休学して働いて、スキー部の部長としてやってきたので、4月から復学してあと就活をします。皆さんご視聴いただきありがとうございました。今後もスキー部をどうぞよろしくお願いします。これからも頑張ってね。はい、ありがとうございます。日南市役所スキー部動画広報日南市役所スキー部では、今後も日南の魅力の一つとして食についても発信していきます。皆さんの好きな日南の食やお店に関する情報をぜひお寄せください。